かわいいこれ。うん。本日はどうもありがとうございました。とんでもないです。楽しかったですね。楽しかったです、本当。良い、本当、思い出になりました。なりましたね。はい。これからちょっと、ご覧の部屋傘さんと、少しのね、ツーリング、楽しんでいきたいと思います。うん、止めていただきありがとうございました。しかもね、髪の毛切ってもらったんですよ。本当嬉しいです。こんな嬉しいことはないです。ありがとうございます。お休みご用です。ぜひね、次回来た時に、また、カットして、でまた、旅立つみたいな、感じをルーティンにしたと思います。嬉しいです。UC チャンネル。しばしのツーリングを楽しみたいと思います。ただいま8時半、8時30分のスタートでございます。いやー、ほんとね、この、PCX で、日本中旅しておられてて、もうすごい、私もずっと奇跡を追ってたんですけど、その旅人としてやっぱりね、本当いろいろ気持ちが分かりながら動画を見てたので、いいですかね、気持ちがすごい伝わってきましたね。その苦しい時とか、なんか人とのつながりを思い出したりとかしていらっしゃってたので、はい、市場ですね。有名な市場じゃないこれ。ね、カラト市場、うん、はい、関門海峡のね、ほら見えますね、みんなもう九州の門司と山口県下関を結ぶ橋ですね。ダイナミックですね、ほんとね。すごい、本当本当言うことなしだね。もうで今日は、目的っていうか四国に入って、伊予じゃないな、今治あたりでキャンプをする予定でございますね。国道190号線に入ってまいりましたね。この先でおそらくグランドヘアカットさんとね、ありがとうございますのでね、チャンネル、ありがとうございます。どうした、本当に本当ね、頑張りますんで、もう一回お願いします。無事故無違反、無事故無違反、ね、本当に楽しんで、ありがとうございます。本当ごちそうになったり、髪の毛切ってもらったりね。いやもうそんなのも本当にお安いご用なんで。いや本当はね、プロにね、カリスマに切ってもらったのでね、本当はね、次回来た時しっかりね、お代を払ってもらって、はい、うん、まあ、次回またよかったら本当来てきます、はい、ありがとうございます。家族で、はい、はい、ありがとうございます、本当ありがとうございます。ね、いや本当来てくれるの本当嬉しかったです。いや本当、私も本当ね、ね、まあ、かっちょいいの。いやもうね、古いバイクですんで、行きますね。はい、ちゃんとね、旅を最後まで終わらせていきますので、ね、はい、はい。それでは、行きますね。うん。はい、ありがとうございました。それじゃあ。いや、本当心ある人でしたね、本当ね。本当。うん。心がすべて、あの心がね、本当。リセットされますね、本当ありがとうございました。本当 UC チャンネル、県道215号線を走ってきました。このまま走ってって2号線とぶつかるのかな、
でぶつかった後にぐるーっともう走っていってあれだね、呉の方にあの海岸線を走って行きたいと思いますね。線路を渡るよ。なんかいい感じの水だね。ライダーさんいるよ。ライダーさんいるから、ここ楽しそうなワインディングだぜ。イエーイ、よーし行くぜ。楽しそうこれ、ワインディングいいね。はい、行くぜ。この思ったんだけど、中国地方は野営率高いね。どんなライダーさんもね。なのであれはね、恥ずかしくないじゃないけどね、ほんと湘南は厳しいね。この先橋がありますね。中大橋、うわ気持ちいい。これはうわすごいね。うわ気持ちいい。県道25号線、快適快適。はい、最高っす。これで国道2号線に入ってきますね。もうずっと国道2号線をまっすぐということですね。警察の匂いがプンプンすんな。ちょっと気をつけていくぞ。これこの通りはなんかやってそうな気がするぞ。国道2号線なんですけど、以前取り締まりやってたような気がするので、かなり注意していきたいと思うんですけど、こんだけ車がいれば飛ばせないからね。いろいろ検索したら今治のキャンプ場まで5時間半40分ぐらいかかる。なので今から行くとちょうど5時なので、この寄り道しないでそのままもうね、コンビニでご飯というかもうおにぎり軽く済ましちゃったので、一気にね2号線を走ってそのまま今治から、いや今治へ四国インしたいと思いますね。おネズミ捕りあったね。危なかった、びっくりした今ね。片付けてたのかな。2号線これだからね、怖いよね。スピードメーター見てね、オーバーしたらね落とすぐらいで、ちょこちょこ気にしないと怖いね。ここはね県道1いいね。ほら駆け上がっていくこの素晴らしい道、県道1号線大型通行困難で書いてあったんだよ。もしかしたらもしかしちゃうぜこれ、やべえ道だね。はい、国道2号線廿日市市に入ってきましたね。うわー綺麗ですね、海が。チャンネル。しまなみ海道へね入っていきます。めぐるっとしまなみ海道、しま大橋みたいですよ。こうね、はい、でもパーキングでね、因島のパーキングでトイレを休憩して、ね、来ました。はい、因島秋田ジャンクション、このままね一気にあそこに行っちゃおうかなと思って、今治の方にね
行こうと思います。いいよねこのしまなみ海道、ゆっくり自転車とかでさのんびり、すごい大橋がありますね。しまなみ海道のこの醍醐味っていうのはいくつもの島を橋で渡してるってことだよね。この吊り橋、これが見どころの一つだよね。それぞれの特徴がると思うんだけど、ほらね、自転車の人はね、結構自転車がこう左側なのかな、バイクが右かな、交通のあれでね、そうかもしれないね、危ないからね。いいよね、最高ですね、この天気でね渡れるっていうのが。実はね、こっちから俺初めてかもしれない。向こうからはね、何回かあるんだけど、大三島町って感じなんですね。わーお、連絡船がして、漁船だね、漁船で博多島、博多の塩かなこれね、博多橋、博多橋、はい、はい、電車がいっぱいいますね。ここゲンチャレもじゃああれだね、一緒に、ゲンチャレも一緒に撮ってるね、これね、ゆっくりね、ゲンチャレも通ってますね。なんかちっこい、なんか三輪車みたいなの通ったね、あの、電動のやつ ね、二輪車と自転車が違うレーンで走れるとね。いやいや、ゲンチャレで走りたいね、これね、やっぱね面白い。そういう島をぐるっとまた一周して、また次の島へってやって行くのも楽しいよね。今ここは大島っていうとこで、次にもう今治の方行くかな。このすごい大きい綺麗な橋や、うわーすごい綺麗だね。ここも自転車とバイクが渡れるっていうね、すごいよね。わあ綺麗、これ写真撮れないね。いやーすごい、ゲンチャリっていうのかなこれね、ゲンチャリが、ゲンチャリと並走するというこれ ね。うわーいいなー、はーい、うわーゲンチャリが来てるね、うわー綺麗、なんとも言えないね、このね、はい、今治のね街が見えてきた ね。いやいやいや、すごい、またしまなみ海道の方が好きだな。なんかいい、すごいいいです。もうね、二輪いくらだろう、結構飛んだ、2340円でした。大黒湯という銭湯がそこにあるんですけども、その先にね、大黒湯さんお願いします、空いてますように、はいはい、空いてそうだね。オッケー。湯。いいよね、昔ながらのこれがね。男湯、女湯ってあるからさ。最高だよ、これ。ゆうしーチャンネル。さあ、大黒湯さん、よかった。ご主人がね、いいのよ。450円で、ザブッと使える。いいね。はい、今4時55分。
ちょっとあんまりゆっくりしてるとね、遅くなっちゃうからだって。今から行くキャンプ場は桜井海浜ふれあい広場キャンプ場ってとこで、まだ買い出しはしてないんだよね。どんなところかちょっとわからなかったので、買い出しないで、もしねダメだっていうことになったらね、そのビールとか買ったら温まっちゃうじゃん。だから買い出しはしてない。コンビニがね、まあ近くに走ればあるから、テント設営できたら状況確認してやる、あの買い出し行くことにしました。こう入る感じだね。もう一回して、こんにちは。そうです。空いてるところいいんですかね。もうなんか無料だからどこでもいいみたいな。適当に。はい、ありがとうございます。はい、テントが設営できました。ね、こんなシチュエーションでね、向こうから朝日が昇ってたら見えるようにね、こっちを窓にして来ました。買い出し行ってきます。はい、お疲れ様です。まずは一杯ね、いただいて行こうかと思います。散策してみましょうか。これね、すごい砂浜感がありますね、下がね。はい、こんな感じです。